ユルクシェフトラインは、オーストリア出身のオーボエ奏者。グラアーツの生まれ。幼児から、姉と共にブロックフレーテを始め、その後オーボエを学ぶ。ウィーン公共楽団に在籍していたが、1952年に、クルトベスの養成で来日し、ベス在任中の NHK 公共楽団の客員オーボエ奏者を務めた。また日本滞在中は、東京芸術大学でも、教弁を取った。 帰国後は、ウィーン交響楽団に復帰し、1958年から主席応募エ奏者。かたわら、小楽器の演奏でも活動し、1961年に、ウィーンコンセントスムジックスに、主席応募エ奏者として参加し、没年までその任に当たった。1970年からは、ウィーン国立音楽大学でも、更進の指導に当たっていた。ウィーンにて没。 シェフトライン自身は、ツーレーガー製のウィンナーオーボエを好んで用いたが、学生には、一般的なオーボエでの演奏法を教えた。27-120ハットポール・アール・レアードザバロック・チェロ・リバイバルアン・オーラル・ヒストリースケア・クロー・プレスインク P97 ISBN 9兆7808億1085万1535ありがとうございます。